いたします。お座席にお座りになり、シートベルトをお締めください。改めまして皆様こんにちは。今日もワーマルドアライアンスメンバー北海道エンシステムをご利用くださいましてありがとうございます。この便は日本航空2894便でございます。機長は岡田、副操縦士は沢本、私は客室を担当いたします菊池でございます。シートベルトをしっかりとお締めください。また座席の背もたれ、テーブルを元の位置にお戻しください。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内モードなどに設定するか電源をお切りください。機内は化粧室を含め全席禁煙です。電子タバコなどもご使用になれません。また JAL グループでは新型コロナウイルスへの対応として衛生管理、機内消毒などの環境整備を行っております。皆様に安心してご利用いただくため機内では飲食時以外マスクの常時着用をお願いいたします。なお除菌シートで窓をお拭きになることはご遠慮くださいますようお願いいたします。それでは札幌丘珠空港までどうぞごゆっくりお過ごしください。ただいまから非常用設備のご案内をいたします。皆様必ずご覧ください。なお脱出の際は荷物は持たないでください。脱出後は非常口下での延長をお願いいたします。ご質問がございましたら乗務員にお尋ねください。皆様ただいまから機内の非常用設備についてご案内いたします。 May we have your attentionAs we explain the location and the use of the safety features of this aircraft, please refer to our safety instructions leaflet in your seat pocket. まず、シートベルトの使用方法について説明いたします。シートベルトを締める場合は、左右のベルトについている留め金を差し込み、腰の低い位置にしっかりと締めてください。外す場合はレバーを上げながら留め金を離してください。この飛行機には前方および後方に非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。救命胴衣は座席下にあります。使用の際は袋を破いて取り出します。頭からかぶり、紐を腰に巻いて留め具を差し込み、紐を引いてしっかりと締めます。非常口で乗務員の指示に従って引き手を強く引いて膨らませてください。十分に膨らまないときはチューブから息を吹き込みます。皆様の座席ポケットに安全姿勢などについての説明書が用意してありますので、早い機会にご覧ください。また乗務員から必要な指示がありましたらその指示に従ってください。どうぞ快適な空の旅をお楽しみください。
ください。
り止めるドアの閉め置きください。小型空港到着予定は2時25分でございます。引き続き機内販売のご案内をいたします。ただいま機内ではパック、サーブ、フライトタグキーホルダーの機内販売を行っております。本日皆様がお乗りいただいています飛行機はパックの新しい飛行機 ATR42-600 型機ですが、新機材導入に伴いまして就航以来23年間たくさんのお客様にご搭乗いただき愛されたサーブ 340B 型機がまもなく全機退役を迎えます。退役を記念して最初に就航した1号機がデザインされたフライトタグキーホルダーを期間限定で販売しております。この機会にぜひお買い求めください。詳しくはシートポケットのリーフレットをご覧ください。またただいまシートベルト着用のサインが消えましたが、安全のため座席では常にシートベルトをお締めください。機内では冷たい緑茶、温かい緑茶、お水をご用意しております。ご希望のお客様お知らせください。
ください。
出ることがございますので、十分ご注意ください。ただいまから全ての電子機器をお使いいただけます。なお、他のお客様のご迷惑となりますので、携帯電話での通話はお控えください。また、お降りの際は、携帯電話などのお忘れ物をなさいませんよう、シートポケット、座席の周り、上の棚をどうぞごゆっくりお確かめください。博多待望の新幹線岡田は奥尻線を就航いたしました。皆様記念すべき2日目のフライトにご搭乗いただきありがとうございます。これからも皆様に長く愛される路線になりますよう、社員一同安全運航に努めてまいります。今日もワンマルダラフネワンマルダライアンスメンバー北海道エアシステムをご利用くださいましてありがとうございました。またお目にかかれますようお待ちしております。この先もどうぞ気をつけてお出かけください。引き続き連絡バスのご案内をいたします。到着ロビー前より地下鉄栄町駅まで運行しています。どうぞご利用ください。駐機場に到着いたします。飛行機が完全に停止しシートベルト着用のサインが消えますまでシートベルトはそのままお締め置きください。座席上の天井低くなっております。お立ちの際は頭上にお気をつけください。また降りの際ご自身の身を守るためソーシャルディスタンシングを保ちつつごゆっくりとお降りくださいますようお願いいたします。